はい、おぶきです。ということで、今回はですね、AR のね、紹介をしていこうかなと思います。モーゾンで使える AR ですね。まあ、それはこちらになっております。ガリルです。まあまあ、前回紹介したのはファラなんですけど、まあ、ファラは安定感があって結構、なんていうのかな、ブレも少なくて使いやすいみたいな感じなんですけど、ガリルは若干癖はある。まあ、ブレるんで、ちょっと癖はあるんだけど、ただ火力は、もう、今の AR の中でトップクラスで高いみたいな、そんな感じの銃になっております。だから、リコイル制御とかが得意な人はね、全然ガリルはね、強いと思います。だから、それこそ今の、その、ウォーゾーンのトップ層というか、その、海外のね、すごいトッププロとかは、ガリルをね、愛用してる人とかは、多いですね。はい。まあ、そんな感じです。カスタムはこんな感じね。ああ、はいはいはい。で、3倍つけてるんで、遠距離も抜けつつ、で、3倍のね、なんか、隠し効果みたいなんで、なんか反動制御もできるということで、結構相性がいいと。まあ、いった感じになっております。よかったら、このカスタム真似して使ってみてください。参考に方、なった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。FPS 低いんだけど、何これ。なんか2倍抜きになったの。オーマンこんな言うやついねえぜ、絶対。マウンティーターゲットを倒した。うーい。ガチが迫っているぞ。やばくね、これ。まあ、ぶっちゃけでもなんだかんだガリルが一番安定感ある気がする。切ってふざけんな、マジで。何してんこいつ、どういうこと、多分しょんべんしてたんだろうな今。敵は10人を切ったぞ。ガチが接近、セーフゾーンの位置を変える。やるべきことが残ってる。
エアストライク、攻撃を行え。こちらストライカーズに。了解した。空襲を開始する。今の攻撃による命中はなし。ガスが迫っている。真っ白で何も見えないな、これ。あの家いそうだなと思ったけど。ターゲットはあと4人。よくやった。ガラス邪魔。セーフゾーンの位置を変える。ガスが接近。マークしたターゲットを攻撃する。こちらストライカーズに。了解した。空襲を開始する。完璧。ラストは1じゃん。ふぅ、完璧。完璧すぎる、あの役が。いや、GG だな、これ。いや、立ち回りがね、完璧だったね、今ね。お疲れ様です。